JF ヘルバルト、ヨハンフリードリヒヘルバルトを提唱し、教育の目標は強固な道徳的品性と興味の多面性の東野にあるとした。教授のない教育などというものの存在を認めないし、逆に教育のないいかなる教授も認めないという名言を残している。この教授こそが東野である。ヘルバルト学派を形成した。日本でも明治期に ラインの五段階教授法が伝わり当時の教育界に大きな影響を与えている。ただ、彼の没後、彼の弟子たちの言う教授段解説は、形外化し、ヘルバルトの教育的教授から離れ、悪しきヘルバルト主義と言われ、その後20世紀初頭の新教育運動、ドイツでは改革教育運動が生まれてくるその原因となった。ヘルバルトの著書、一般教育学において、 彼は教育を教育の目的を倫理学に教育の方法を心理学に二つに分けて考え教育の方法を心理学に基づく理論で展開した彼は興味の多面化と統一化を目指し脈絡と統一のある認識の過程を明らかにしようとしたそして先進と松室思うの二段階を見出した先進と松室思うについてそして それをさらに性的と動的段階に分類した。ヘルバルトの教授理論は学習者の認識が深められ、発展する過程を明確に捉えようとしたものである。その後、五段階教授へと発展。弟子のチラートラインによって五段階教育法へと発展してゆく。ブリタニカ国際大百科事典小項目辞典、ヘルバルト学派から言葉抜くブリタニカ国際。 大百科辞典小項目辞典5段階教授法からことばんく日本大百科全書5段階教授法からことばんく。ありがとうございます。